ビリヤード、ビリヤードは、室内で行われるスポーツ競技の一つ。ビリヤード、同級、玉突き玉突きとも呼ばれる。ビリヤードとは、ラシャと呼ばれる布を貼った、スレート、石板に、クッションで囲ったテーブル上で、球と呼ばれる、タップ、革、先角、骨、シャフト、バットで構成された長い棒状の道具を使い、静止している白や木の手玉、球ボールを突き、先玉、 カラーボールに衝突させ、それらの球が起こすアクションを自分の思い通りにコントロールることで競い合う球技で、あるが、キャロム、ポケット、スヌーカーで使用するテーブルの規格が異なる。他の多くの球技と異なる点は、体力の優劣、年齢によって勝敗が左右される要素が少ないとで、あり、そのため子供から年配者まで幅広い年齢層のプレイヤーが楽しむことができる。 また各プレイヤーの実力に合わせて適切なハンデを振ることにより初級者からプロまでが同じテーブルで直接対戦することができる。ビリヤードは常に一人でテーブルへ向かってプレーを行い静止した球を突く。そのため対戦相手と直接球を突き合うことはなくショットの成否は全て自らのプレーによる結果となる。また、 体格や体力において優れていれば必ず勝てるとは言えず、技術の熟練度やプレッシャーに負けない、精神力、集中力を備えている方が良い結果を残すことが多い。技術の緻密さ、ゲームを有利に進めるための戦術を競う競技である。ことから、メンタルスポーツの一つとされる。ビリヤードの起源については、諸説あり、中国、イタリア、フランス、イギリス、 スペインのいずれかで発明されたとされる。かつては、ビリヤードは、ベルメルと呼ばれており、中近東から戻った十字軍兵士が、ベルメルをヨーロッパへ持ち込んだとする説もある。また、紀元前400年頃、ギリシアの屋外スポーツで、円錐形のものへ丸い石を棒で突き当てる競技が、原型というもある。ビリヤードはもともと屋外のスポーツで、クロッケー競技に似ているものだったと言われる。 スペインでは、ビロルダというスティックでボールを転がし、2本のボールの間に入れて競技されるものが、ビラルダを経て、最終的に、ビリヤードになった。1469年、世界初のビリヤードテーブルは、ルイ11世のために作られた。そのビリヤードテーブルは石板にクロスが敷かれ、真ん中に一つだけ玉を落とす穴があるものだった。しかし、同世紀の他のフランス国王、 協会はビリヤードを積み深、着物としてみなし、遊ぶことを禁じていた。なおビリヤードから派生、文化したゲームとしては、バガテル、ピンボール、スマートボール、アレンジボール、パチンコなどが存在する。詳細については、各項目の歴史などを参照。ビリヤードは使用するテーブルの形状によって大きく、キャロム競技とポケット競技に分けられ、 それぞれによって使用する道具等が若干異なる。主にイギリスを中心とした旧英連邦諸国において人気が高い競技のスヌーカーもテーブルにポケットがあり、ポケット競技に含められることもあるが、テーブル表面積が2倍近くあり、使用するボールが小さく、目のついたラシャにより、ボールが自然とカーブするなど、競技特性が異なること、ボールをポケットへ落とすことだけではなく、 相手にボールを落とすチャンスを与えないセーフティープレイにより相手のファールを誘って点数を得ることも重要な戦略となっているなどそのゲーム性は大きく異なるためポケットビリヤードは別競技として扱われる場合が多い。これらの競技はいずれも Q を用いて行われるスポーツであることから Q スポーツ、Q スポーツとも呼ばれている。 ビリヤードをプレイするための台のことをビリヤードテーブルあるいはそのまま単に台と呼ぶテーブルの台座部分は主にスレートと呼ばれる石板やその代用品でできており打者、打者、クロス、ベーズとも呼ぶと呼ばれる柔らかい専用の布でその表面が覆われているテーブルの周囲は主に木製のエプロンもしくはスカートと呼ばれる外枠で覆われている スカートの上面はレールと呼ばれ、その上面はスレート面よりも一段高くなっており、その段差の内側にはラシャを張ったゴムの壁が3、角柱を横に寝かせたような状態で貼り付けられている。このゴムの壁をクッションと呼び、玉が当たると跳ね返るようになっている。このクッションの内周は、長辺と短辺の比がに1の長方形となっている。一般的なビリヤードテーブルのサイズは、 長辺の長さで示される。レール上にあるマークは、ポイントと呼ばれる。ポケット競技やスヌーカーで使用されるテーブルには、四隅と長辺の真ん中の合計六箇所に、ポケットと呼ばれる穴が開けられており、ボールがそこへ入ると落ちるようになっている。このような台を、ポケットテーブルと呼ぶ。一方、キャロム競技に使用される、ポケットのないテーブルを、キャロムテーブルと呼ぶ。ポケットテーブル、 キャロムテーブルともに、それぞれの競技によく大きさの違うテーブルが存在する。なお、スヌーカー競技用のテーブルを、スヌーカーテーブルといって呼び分ける場合もある。ビリヤードテーブルは、非常に大きく重量があるため、分解して室内へ運び入れて組み立てられる。しかし、ビリヤードは、玉同士を衝突させて、それらの玉のアクションを支配しようとするという競りである。ため、 ボールが偏った動きをしないように、スレート面が限りなく水平かつ平滑であることが求められる。そのため、ビリヤードテーブルの足はそれぞれ高さを微調整できるようになっており、複数枚で構成されるスレート面は、スレート同士の継ぎ目に段差ができないよう慎重に設置される。また、ビリヤードをストレスなくプレイするためには、テーブルターンで球を振るだけの余分な空間といくつかの インテリアを置くための空間が必要となるため、例えば長辺が9フィートのポケットテーブル1台を設置するためには最低でも20畳ほどの空間が必要となる。ビリヤードで使用するボール、玉、玉、ともに、玉と読むはフェノール樹脂などの高質なプラスチックで作られ、大きさは競技によって異なるが、むね5から7センチメートル程度のサイズである。ボールが、 どの方向にも正しく転がっていく必要があるため、非常に精密に作成されている。プラスチックが実用的になる以前は、木材や造毛で作られていた。ビリヤードでは球を振って、先端のティップでボールに触れて転がす。この一連のアクションを指して、つく、つくと表現する。また、競技中においてはボールに接触が許されているのは、球先に取り付けられた。 ティップのみであり、ティップ以外の部分で触れたり、ボールを置き直すなどの必要がない場合に手で直接ボールに触れることはファールとなる。プレイヤーが球でつく球を手玉または球ボール、球ボールと呼ぶ。手玉の色は競技によって異なるが、むね白やクリーム色をしている。基調は無地だが、ポケット競技で使用される手玉には赤、または青で小さな丸印、三角印。 あるいはブランドマークなどが描かれているものをよく見かけることができる。また、競技を観戦している視聴者にも手玉の回転が理解できるように大きめのドット、点を描いたドットボールもよく利用されている。その他、狙った位置をつくことができているかをチェックできるようにある、面から見て同心円を描いてある、プラクティスボールなど練習用の手玉が数種類ほど発売されている。 ただし、実際の競技で利用されることはない。手玉を転がして狙い当てようとするボールを、的玉、オブジェクトボール、オブジェクトボールと呼ぶ。的玉は、手玉と区別しやすいように、手玉とは異なる色に着色されている。白色の手玉に対して様々な色に着色されていることから、カラーボールと呼ぶこともある。ポケット競技で使われる的玉には通常、 競技の対局となる2箇所に1から15までの番号が描かれているが、キャロム競技やスヌーカーで使用される的玉には番号は描かれていない。通常のプレイで的玉を球でついてはならないが、ナインボールなどで先行権を決めるためのバンキング、またポケット競技の一つである、スクラッチゲームにおいては的玉を直接つくことあり得る。ただし、的玉を球でつくことは的玉に、 チョーク汚れをつけることになるため、店によって禁じている場合が多い。蒸気ゲームをプレイする場合は店に一言断とありを入れておくなどの注意必要である。チョークは、ティップと手玉の摩擦係数を増加させるために使用される道具のことである。チョークをティップへ塗りつけないと、ティップが手玉表面を滑りやすくなり、ショットミス、キューミスというを起こしやすくなる。一般に、 チョークの主成分は筆記用のチョークと同じ炭酸カルシウムであり、一辺2から3トル程度の立方体に固められた状態で販売されている。ビリヤードで使用するチョークには研磨剤も配合されており、これがティップの表面に食い込むような形で付着するようになっている。この研磨剤によりティップは少しずつではあるが摩耗していく。 筆記用のチョークには研磨剤が配合されていないため、ビリヤード用のチョークの代用品として使用しても、ティップにはあまり付着しない。チョークを使用する際、指へチョークが付着しないように使用面を除いたご面が包装されており、使用面にはわずかにくぼみが付けられているものが多い。青や緑、赤、ベージュなどに着色されているものが販売されているが、 打者に付着してもあまり目立たない色を選んで使うことが推奨される。ビリヤードのゲームのほとんどは二人、それ以上のこともあるで行い、一方のプレイヤーがミスショットをすることによってプレイヤーが交代する。言い換えると相手が失敗しない限り自分がプレイすることはできないし、自分が失敗しない限り主導権を握り続けることができる。それはすなわちビリヤードとはいかに、 ミスショットをしないゲームかということを表すとも言える。ここで言うミスショットとは、ファウルの他に得点とならないショットを含む。ナインボールで例えるならば、バンキングによって、先行を得た後、1番から9番までノーミスで突き切り、それを定められた、セット数繰り返すことが一番確実な勝利方法と言える。ミスショットをしないためには常に正確な狙い、エーミング、 ショットを毎回行う必要があるが、非常に強いプレッシャーのかかる場面においては普段、通りのショットができないことも多い。どのような局面であっても、一定の精神状態を保ち続けることが安定した、ショットをする上で重要となることから、ビリヤードはメンタルスポーツであるとされている。またあるショットによって、得点を上げたとしても、その次のショットを行うにあたって、 どの位置に手玉を持っていくと自分にとって有利になるのかを考えておく必要があり、これをポジショニングプレイという。ポケット競技では的玉をポケットし、手玉を次の的玉を狙いやすい位置に持っていくことをネキストを出すと表現する。ネキストとはネクストがなまったものと考えられており、ネキと省略することも多い。ポジショニングプレイをネキ出しということもある。 ポケットすることを入れ、ポジショニングプレーを出しということもある。ギャロム競技では、ポケット競技と異なり、テーブルの上から、的玉が消えることはないため手玉の止まる位置だけではなく、的玉が止まる位置や、それぞれの玉が走るコースなども考慮しなければならず、より高度なポジショニングプレーが求められる。三つ玉、四つ、九競技において極力玉の位置を動かさずに、連続して、 得点を挙げる、セリーズ機も、ポジショニングプレイの一つと言える。各ゲーム共通のマナーとして、以下のようなものが挙げられる。ビリヤードは、非常に大きなテーブルを使用するため、どうしても手の届かないところに、出玉が行くことがある。身長の高い人間、手足の長い人間は小柄な人間、手足の短い人間よりもそういう場合普段と同じ、フォームで、プレイできる範囲が大きくなるため、 若干有利になると言える。また、威力のあるブレークや強い回転をかけるショットを求める場合は、ある程度の筋力と体重があった方が望ましいと、される。しかしどれほど大柄な人間であっても、手玉と的玉の位置によっては、レスとメカニカルブリッジを使わざるを得ない状況になるため、大柄な人間が小柄な人間より、圧倒的に有利であるとは言い切れない。 また車椅子を使用するプレイヤーもいることから、プレイヤー自身の努力によって、肉体の体格差をかなりのところまで跳ね返すことができると考えられる。これは、プロのビリヤード選手見ても、体格などに統一性が見られないことからも、推測できる。ビリヤードにおいては、体格差よりも、正確なショット、プレッシャーに負けない、精神力の方が重要と言える。キャロムビリヤード。 俗にキャロムはビリヤード競技の一つ。手玉をつき、ワンショットで手玉を二つ以上の異なる的玉に当てる。キャロムショット、A、キャノンショットを行うことを技の目的としている。キャロムショットが成立した場合は得点となり、競技者は続けてつくことができる。キャロムゲームは、発球二つと石球一つ、競技によっては二つを用い、二人で行うものが多い。球は競技者が、 それぞれの玉を自分の手玉として保持し、他方の手玉を的玉として用いることができる。競技者がつくことのできる手玉はゲーム終了まで変更できない。二つの手玉は同色、同型で判別がつかなくなる場合もあるので一方の白球に黒い印付けることもあった。この黒い印をつけた手玉は俗に国球と呼ばれた。 日本ビリヤード協会が制定した統一ルールでは、一方の手玉は黄色く着色されたものを利用することになっている。キャロムショットが成立するまでに必要な条件を設けることで競技にはバリエーションがあり、それぞれの競技ごとに難易度が異なっている。公式競技には4つ玉、ボークライン、カードル、スリークッション、バンドゲーム、ワンクッションなどがある。 キャロムビリヤードを行うテーブルは、キャロムテーブルと呼ばれ、弾を落とすためのポケットはなく、四方が完全にクッションで囲われている。キャロムテーブルには、競技別に、いくつかのサイズが存在する。大台にはヒーターが内蔵されており常時、保温されている。これはラシャを、湿気から、守りコンディションを一定に保つためである。ラシャは、 湿気が少なく乾燥しているほどボールが転がる距離が長くなるため、スリークッションなどで用いる重量のある手玉を安定して長い距離走らせる必要が多い競技では外気に影響されない、う、ヒーターによる温度コントロールが必要となる。ポケットビリヤードは種目ごとに定められたルールに従ってボールをポケットへ落としていく競技。ポケットテーブルには四隅と 両長辺中央の計6つのポケットが設けられてより、ここへボールを落としていく。それぞれのポケットにはネットが張られているものがある。ボールが落ちるとこのネット内に溜まる、プールことから、プールビリヤード、俗に、プールとも呼ばれ。アメリカでは、ビリヤードといえばキャロムビリヤードを指すことが多いため、ポケットビリヤードについては、プールという呼び方がされる、ことがある。日本においては、 このようなネットが張られたポケットはあまり見かけられず、ポケットへ落ちたボールがレール下に備え付けられたドレインを伝って自動的に一箇所に集められるボールリター構造になっているものを見かけることができる。ポケットの形状は種目や国によって異なることがあり、ロシアンピラミッドで利用されるテーブルのポケットは逆派のアザン、中国のポケットテーブルはスヌーカーのように カーブ状になっているのが存在している。また、2008年現在において、プロトーナメントで利用されるテーブルは9フィートが、公式サイズとなっている。公式競技には、9ボール、8ボール、ローテーションゲーム、ストレートプール、14から1、ワ4 1ンポケットゲームなどがある。他、日本人が考案した種目に、ボーリングの採点方式を取り入れた、ボーラード、 サッカーのコンセプトを融合させた藤山がある。ボーラードは日本プロポケットビリヤード連盟のプロ認定試験において実技種目として採用されている。藤山は1998年頃に開発され、歴史が短いものの世界のトッププレイヤーであるエフレンレイズがオープン戦に参加した。スヌーカーも含めポケットビリヤードではセットの開始時に 複数の的玉が決まった形に固めてセットされる。そのままでは的玉をポケットすることが困難なため、最初のショットはこれを崩し散らすために行われる。これをブレイクショットと呼ぶ。一つの手玉で複数の的玉を散らす必要がある。ため、通常のショットよりも非常に大きなエネルギーを手玉に与える必要があり、そのため球野球先、ティップ、フェラルへ大きな力が加わる。 そのため、ティップの劣化が進むためにタッチが変わることを嫌い、ブレイクショットには専用の球、ブレイク球を用いるプレイヤーが多い。ブレイク球を個人で所有していない、プレイヤーの中には、ハウス球で代用する人も多い。また場合によっては、ティップやシャフトを破損することもある。ジャンプショットとは、出玉がマット玉を飛び越えるように放つショットのことである。14から1や、 ワンポケット、スヌーカー競技においては、ジャンプショットは禁止されている。ジャンプショットは球をやや髪型より突き下ろすことで手玉をラジャに叩きつけるようにショットし、手玉の反発力を利用してジャンプさせる。球を上から突き下ろすという独特のフォームを取るため、通常よりも若干短い球、ジャンプ球を使用することが多い。かつてはそのフォームから球のシャフトを バットから取り外し、シャフトだけで、ジャンプショットを放つプレイヤーが多かった。しかしビリヤードコングレスオブアメリカによって、球の長さは、最低40インチ、約101センチ以上と定められ、シャフト単体では、この長さに足りないため、シャフトに、通常のバットよりも短いバットを付け加えたものが、ジャンプ球の始まりと言われている。各球メーカーより、 様々なタイプのジャンプ球が発売されており、バットよりもシャフトの方が短いもの、バットの方が短いもの、非分割タイプのもの、ワンピース球、ブレイク球と兼用のもの、バット部分がさらに分割できるなどがある。なお、ビギナーが手玉の下場を強く突くことでコイに球ミスさせ、手玉をジャンプさせるシーンを見かけるが、コイの球ミスによるジャンプは、 ルール上ファウルであることに注意されたい。またジャンプさせた手玉を狙った的玉の上部に当て、その的玉をさらにジャンプさせる高等テクニックもある、的玉ジャンプ。ジャンプ級の使用はナインボールやエイトボールの一部のルールでしか認められていない。例として、WP 主催の世界ナインボール選手権及び世界エイトボール選手権では使用可能だが、 US オープンやイプット J パトージャンプ級が使用できない大会もある。US オープンと APA ではレギュレーションを満たす級によるジャンプショットをすることはルール上問題ない。R ストリックランド等一部のプレイヤーは高度な技術を必要とするためプレイの妙味であったセーフティの応酬が誰でも簡単にジャンプショットを可能にするジャンプ級の出現にり、 つまらなくなってしまったとして、ジャンプ級に批判的な立場を取っている。アーティスティックビリヤードは、ビリヤード競技の一つ。俗に癖玉、トリックショットとも呼ばれる。ポケットテーブル。ここでは、スヌーカーテーブルも含むで行われるものと、キャロムテーブルで行われるものがある。JPBF では、アーティスティックビリヤード選手権を開催している。ポケットテーブルで行われるものは、 複数の的玉を定位置に置き、ワンショットで全ての的玉をポケットインさせるというものが多く、的玉を決まった位置に置くことから、セットボールと呼ばれ、日本ではこの分野においては、木村義和プロなどが有名である。日本では、TV 番組、新春閣主芸大会において、坂井正明2004年、めぐみとしあき2007年などが、プロより、 技術指導を受けて挑戦したこともある。キャロムテーブルで行われるものは決まった位置に2個の的玉と1個の手玉を置き、マッセや、切り押し、切り引きと呼ばれる、他の競技よりも手玉に鋭い回転をかけるショットを多く用いすべての的玉に手玉を当てることを目的とする。配置によって難易度が変わり、その難易度によって5から10点の得点が与えられる。日本ビリヤード協会。 NBA のキャロムビリヤード競技規定によると、一つの配置を規定条件と呼び、複数の規定で得た合計得点によって勝敗が判定される。一つの規定においてプレイヤーは3回の連続した試技が許され、一度成功すると、その規定の得点が与えられる。日本と違い、アメリカ英語ではビリヤードといった場合キャロムを指すことがあり、ポケットのあるゲームはプール、 ポケットビリヤードなどと呼んで区別する場合があるので注意が必要である。日本ではあまり見かけないが、アメリカではバー等に設置されたコイン式の有料ビリヤード台をよく見かける。この台はコインを入れると手玉を含む16個のボールが貸し出されるようになってを、このような台ではもっぱら、エーットボールがゲームに負けた方が次のゲームのゲーム台を置いて、 次のプレイヤーと交代視聴者が続けてプレイするというスタイルで気軽な娯楽として楽しまれている。しかし、ゲーム中に手玉がポケットされてしまうとゲームが続行できないため、このような台では的玉と違うサイズの手玉を用いることにより機構状態を押されている。とはいえ、手玉以外の玉は一度ポケットされる次にコインを入れるまで出すことができない。 8ボールのルール上8番ボールをミスポケットすると即負けとなるのはこのコインテーブルの機構に由来する。近年の9ボールルールで理由を問わず、的玉を台上に戻さないようになったのは主にアメリカにおけるテレビ放送の都合によるスピードアップを目的としてのものであり、上記コインテーブルの仕組みが原因ではない。フィリピンではビリヤードは貧者のゲームと言われており、安い料金で、 プレイできる。料金は1ゲームごとに生産する店舗が多く、9ボールが7ペソ、ゲーム、8ボールが10ペソ、ゲームとなっている。そのため、ゲームがすぐに終わってしまい、結果として割高な料金を支払うことになる、9ボールよりも1ゲームのプレイ時間が長い、8ボールガンで遊ばれている。近年は、時間ごとに、ゲーム代を支払う場所が増えた。また国内で広く、 一般的に浸透しているため、ゴーゴーバーでは水着の女性とビリヤードが遊べるサービス産業が存在したり、スラムでは線路を不法占拠してビリヤードに興じるなどの問題が起きている。ここでは日本における試合形式について研究する。一般にはシュートアウトなしのテキサスエクスプレスのナインボールが最も多くプレイされているが、レベルに応じて プレイヤー同士でルールを取り決めてゲームを行うのが普通である。日本の住宅事情から自宅にはテーブルを持たずビリヤード専門店に通うのが愛好者の間で一般的である。店ごとに決められた時間あたりの料金を支払ってプレイする。客のほぼ全員が現金をかけるマージンほどではないがギャンブルを行う者がいる。ただ近年ギャンブル禁止を謳うう店舗も参見され、 純粋なスポーツあるいは競技として取り扱われる。傾向は増えつある。アマチュアプレイヤーの技量は、クラス、Q とも言われるに分けられる。各個人が持ち点と呼ばれる点数を持ち、その持ち点によって、ハンデが決定する。アマチュアプレイヤーは、ビギナー、C、B、A、SA などのクラスに分類される。これらの分類の中で唯一 SA 級だけが、 アマチュア全国大会の優勝者と定められているが、他のクラスに関しては明確な基準は定められておらず、クラスはプレイヤーからの自己申告に基づく。そのため、参加者の実際の技量を絶対的に示す基準になり得ておらず、異なる技量の参加者が喫航したゲームを行うという本来の機能を果たしていないと指摘する意見も、ある。一度クラスを申告してしまうと、以降は、 位のクラスとしては試合などへ出場することは認められないことが多いため、明らかに上のクラスの実力があっても下のクラスから昇格しようとしない人もいる。例えば、ある店舗で開催される月例会マンスリーハウストーナメントにおいて一度 A 級として出場した場合、翌月以降も A 級での出場が義務付けられるという意味である。なお、それ以外の試合、 他店での試合へ出場する場合はこの限りではないが、クラスを偽ることになるため推奨されない。店舗によっては、女性クラスを示す L 級を設けることがあり、LA 級、LB 級、LC 級と分類しており、ハンデを多く与えることがある。そのため、公平に見て女性よりも、実力の劣る男性が、女性へハンデを振らなければならない状況が生まれることがある。例えば、 ナインボールの試合であれば、男性 A 級プレイヤーが6セット選手であるのに対し、LA 級は男性の B 級と同じハンデの4セット選手というハンデが与えられる体力、体格、腕力面よりもプレイ人公比率面からの優遇と考えられる。またプロがアマチュアのハウストーナメントなどにゲストとして参加する場合、P クラスが設けられることがある。 ビリヤードのプレーは数値に表せるものではないため、万人に通用する明確な基準を作成するのは非常に困難である。また、クラスをあまり細かく分けすぎると、ハンデの振り方が煩雑になり、大雑把すぎると異なった実力の二人が同クラスとなり、不公平感が生まれるなど、調整が非常に困難な部分である。競技によって様々なハンデの振り方がある。 以下に一例を挙げる。玉突きという言葉は自動車が次々と連なって衝突事故を起こす様にも使われ、玉突き衝突、玉突き事故と表現される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。